GO! 皆さんこんにちは。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。自由すぎる謎の挨拶。これは、今サムネイルになってるのが、これどれだっけ、レコチョクさんのかなのやつでございまして、まあ、実際に配信が始まりましてということで、昨日、全曲聞いてみてっていうところのリアクション動画みたいなのを出したんですけれども、その、まあ、リアクション動画とはまた別で、この配信スタートでーすっていうね、あのいろんなアーティストさんたちがよくやるやつですよね、をナンバーアイさんたちがついに、LINE ミュージックで配信開始になりましたわーみたいなやつを、これから見ていこうかなというところでございまして、こういうのもやっぱりなんかこう記念すべきじゃないですけれどもね、これからどん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 その配信っていうスタイルが当たり前になってくることによって、まあ、こういった形でこういった形で、なんでしょうね、皆さんのまあ映像が見れるといいますか、声が聞けるっていうのはまた素敵なことかなというふうに思ったところでございますので、よろしくお願いします。これがまず見るのが LINE ミュージックさんのやつからですね、見ていきたいなというところでございますので、 LINE ミュージックをお楽しみの皆さんこんにちは、名前です。こっちは普通か。ありがとうございます。ちょっと待って。A のところカットされてない？ちょっと。いやー、何これ、おもろいな。何これ、何これ、何これ、なんだろうね、なんだろうね。最初このみんな手が前に来てる感じね、そうなんです、少しねかしこまった雰囲気もあってっていうところでございますけども、うん、このあたりでこう自分たちのエピソードトークが入るわけですよね。うん、2ヶ月かね、あっという間だったと。はいはい。この皆さんそれぞれいいポイントがあると思いますけども、なんかこのそのね、まあだからこのチームのまあ他の2人のことを皆さんって言ってるわけですよね。お二人ともじゃなくて皆さん、ポイントがあると思いますけど、まあだから次の、カンペをねこうめくられたんでしょうね、これはね、スタッフさんがね。いいやつをね。了解です。唐突のピースよね。これは本気で本気で驚いてる。はい、ということでね、まあ、あ、これ最後グーチョ、あ、ほんとだ、グーチョキパーでジャンケンしてる、ほんとだ、そういうこと、なるほどね。ということで、Amazon Music さんを見ていきますね。クイッと、レッツゴー。Amazon Music を。岸君。岸君よ、もう岸君よ。お邪魔しますの、お邪魔しますのトーンなんだけど、ナンバーアイです、しましてナンバーアイですみたいなさ。間違いないです。なんかもう
いいですね。ここまで抜け感があると、なんだろうな、安心して見てられるというか、その何が起こるか分かんないをこんなにワクワク見れるっていうのも楽しいですね。これなんかね、本当にいいわ、本当に素敵だわ。レコ直さんいきまーす。ゴー。いや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 、パンってこれだから、テイクでいうところの LINE ミュージックさんとか Amazon ミュージックさんとか一通りこう通った後のレコチョクさんかな、雰囲気的に。皆さんこんにちは、ナンバーアイでーす。僕たちのファーストシングルが発売されました。そしてレコチョクで選挙開始もスタートしました。はい、ありがとうございます。なんで親指を見てるの。はい、本発信。もう何なの。以上、ナンバーアイでした。おかし、様子がおかしすぎて面白いな、本当にもう。いやもうなんかもうね、ねえ、そうだね、ゴートの方ですかっていうね、本当に本当に。